原爆が落ちた後、配給があって、はい、横側に市役バンク銀行があったんです、はい、そこでね配給をもらいに行くんです、はい、原爆にあった人が、で私もついて行って、でこの真っ白い壁が、真っ黒いんですよ、焼けて黒いんじゃないんですよ、人がそこに行くと真っ白になるんです、それ灰なんです、灰がもうバーッとその壁にね、だから何か私はもらってそっち行くでしょ、とパーッと白くなる壁が、そのぐらい灰が湧いて、だから怪我をするとここにうじが湧いてた、やっぱ覚えてるのにちょっとボロを下げたような感じなんです、皮膚が、焼けてね、垂れ下がるんですね、そんなのを覚えてます。だから本当に地獄ですよね。小学校に上がってからどんな具合ですか？何か畑を作って、なんか芋とか何とかを植えるんですけど、人骨が出てくるんです。骨が校庭の中にね、それいうのも原爆が落ちて亡くなる人が多いでしょ、だから校庭のコーナー、角にね、そこで焼いたんです、死んだ人、だから臭かったのを覚えてる、匂いがなかったね、だから私が小学校上がった時にはやっぱそういうあれでしょ、人骨が出てました、校庭から。やっぱ小学校と中学校だったら変わりました。気持ちもそうですけれども、生活面ですか。少しは変わりましたけどね。で中学の後は。でもその時でも原爆にあった言うと、よそから来た人は変な目で見るんです。その当時、その同じ広島、そうです、広島でも会ってない人もいましたからね、その頃はもうよそから入ってきたりして、だから原爆になったことは一切言わなかった、それだけちょっと嫌な気持ちがありましたね。